おはようございます。ビールジェントかぎたりです。今回はですね、じゃじゃん、新製品でございます。ビールジェントの一杯ノンドコーラということでですね、以前ね、サイヤマンのースーパーサイヤーコーラっていうのがあったんですが、限定バージョンがあったものが今回レギュラー化しましたということで、またね、改めて飲んでみたいなと思います。でこれこんな感じで、この切り取り線で切りますね。ジャギンと、いつも恒例のスプーンを忘れましたので取ってきます。じゃんということでスプーン取ってまいりました。ではまず早速、水はですね、やはりマッチョ29シェーカーに 200cc を入れてですね、いきたいと思います。で、いつも通りですね、 200cc に対してすり切り4杯というのがレギュラーです。ちょっと先に匂いしてみましょうか。あ、匂いね、匂いはまあ当然伝わらないですけど、粉はこんな感じですね。で、匂いはうっすらコーラの匂いがしてます。で、すり切り4杯なんでこんな感じで1杯、2杯、3杯、4杯、はい、ということで、では4杯入りました。で、ローリングしてですね、ローリングしてからのシェイクなんですけれども、これもね、前回のサイヤマンのスーパーコーラと一緒で、これも聞いといてくださいね。音拾えるかな。ね、ブシュッと言いましたね。しかもちょっと吹きこぼれましたね。はい、こんな感じ で泡立ちは見てもらうと少しありますね。ね、微炭酸なんで、泡立ちもコーラっぽくていいのかなと思います。じゃあ飲んでみたいと思います。あー、うまい。前回サイヤマンのコーラ飲んだ方はご存知だと思うんですけれども、サイヤマンのコーラの味になってます。微炭酸が入っているので、ただね、そのトレーニング直後に飲みにくいぐらいの炭酸じゃなくて、あくまでもこう炭酸が入ってるなっていうのは分かるか分からないかぐらいなので、トレーニングをした後とか運動した後とか息切らした状態なんかでもこれごくごく飲んでいただけますので、ご安心ください。うまい。で、今飲み終わった後なんですけれども、ちょっとまだ泡があります。でもこんな感じです。ダマはほんのちょびっとだけここにこの辺にポツポツとありますけど、大体これぐらいです。ラマができてるのも蓋の裏を見てもここ1箇所ありますね。これ大体これぐらいの溶け具合です。で、今ちょっとシェイクの加減でね、もっと溶けたり逆にもっと溶けなかったりがあるかもしれないんですが、おおむね泡も立ちませんし、ダマもねこんな感じになると思います。ということで、ぜひですね、皆さんこれね、なかなかね、もう皆さんサイヤマンの方はもう即完売で売り切れちゃったので買えなかった人も多いんじゃないかなと思うんですが、名前が今回は、一杯ノンドコーラというね、相変わらずのダジャレのネーミングとなっておりますので、ぜひお試しください。それでは皆さん飲んでみてください。さよなら。